エドゥアルド・ホセ・ロドリゲス・エルナンデスは、ベネズエラ共和国からボボ州バレンシア出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のボストンレッドソックス所属。愛称は、エルガロ。2010年1月22日にボルチモア・オリオールズと契約。傘下のルーキー級、ドミニカンサマーリーグオリオールズ1で12試合に登板し、3勝4敗、防御率 2.33 だった。2011年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグオリオールズで11試合に登板し、1勝1敗、1セーブ、防御率 1.81 だった。9月に A-9 アバディーン・アヤンバーズへ昇格し、1試合に登板した。2012年は、A 級、デルマーバ・ショアバーズで22試合に登板し、5勝7敗、防御率 3.70 だった。2013年は、A 級フレデリック・キーズで14試合に登板し、6勝4敗、防御率 2.85 だった。7月に、AA 級、ボーイベイソックスへ昇格。フューチャーズゲームに選出された。AA 級では11試合に登板し、4勝3敗。防御率 4.22 だった。2014年は AA 級ボーイで16試合に登板し、3勝7敗、防御率 4.79 だった。2014年7月31日にアンドリュー・ミラーとのトレードでボストンレッドソックスへ移籍した。移籍後は AA 級ポートランド・シードックスで6試合に登板し、3勝1敗、防御率 0.96 だった。オフの11月20日にレッドソックスとメジャー契約を結び40人枠入りした。2015年5月28日のテキサスレンジャーズ戦でメジャー初登板で先発し 7.2 回を無失点に抑えて初勝利を挙げる鮮烈なデビューを飾った。以後、先発ローテーションの一角に定着して21試合に先発登板し、メジャー1年目から2桁勝利を挙げる活躍ぶりを見せた。防御率も 4.00 未満にまとめた。2016年、前年とほぼ同数の20試合に先発登板した。防御率は悪化して 4.71 となり、3勝7敗と負け越したが、奪三振率が上昇するなど収穫もあった。2017年開幕前の2月8日に、指名投手枠で第4回ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。レギュラーシーズンでは先発ローテーションに入ったが、6月2日の試合前に転倒して、右膝を負傷し、DL 入りする羽目になった。オールスター明けに復帰し、最終的には25試合中24試合に先発登板し、防御率 4.196 勝7敗。ホイップ 1.28 という成績を記録。三振を奪うペースはメジャーデビュー以来年々上昇し、奪三振率 9.8 はキャリアハイだった。2018年は先発ローテーションに入った状態で開幕を迎える。4月には5回の先発登板があり3勝と勝敗なしが2回だった。7月15日に右足首の捻挫で故障者リストに入った。この怪我の時点で19先発で104回と2、3回を投げ11勝3敗、防御率 3.44 だった。8月20日に AA 級シードックスに怪我のリハビリで降格した。MLB に復帰したのは9月1日になった。レギュラーシーズンでは27登板で129回と2、3回を投げ13勝5敗146、奪三振。防御率 3.82 を残した。ポストシーズンでは2018年のアメリカンリーグディビジョンシリーズで2登板、2018年のアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズで2登板があり3回と2、3回を投げ、2安打、3得点を献上した。2018年のワールドシリーズのロサンゼルスドジャース戦の第4戦に先発登板し5回と2、3回を投げ、4安打、2四球、4得点を許すも6三振を奪い、勝敗はつかなかった。その後、第5戦目で、レッドソックスのワールドシリーズ優勝が決まった。2019年は34登板すべて、先発登板だった。203回と1、3回を投げて213、奪三振を記録し、防御率 3.81 で19勝6敗だった。20勝に到達する機会はあったが、7回を投げ3失点で勝ち負けつかず逃してしまった。2019年のアメリカンリーグのサイ・ヤング賞投票では6位だった。2020年7月7日に新型コロナウイルスに陽性反応を示したことが発表された。シーズンの開始が遅延することに先立って故障者リストに入った。少し経った後に新型コロナウイルスが原因とされる心筋炎と診断された。8月1日に健康問題の進行からの回復を理由に2020年シーズンは全休することになった。オフの12月1日に年俸調停を回避し、1年$830万で契約延長した。ありがとうございます。